はようこそお越しくださいました。どうかどうか最後まで楽しんでください。泣きます。じゃあ聞くけど、あなたは原始時代は自意識がなかったと思ってるってことでいいのね？おー、ほら、いや、そりゃマンモスに挑むモチベーションは持てたい一心でしょ。だって武器手作りだよ。あんな自意識がなきゃ立ち向かえないよ。あのね、この世にあるものは全部誰かの手作りだわ。さすが兄ちゃん。うん。君がくれた優しさのかけらで僕は歌を紡ぐよ。タイムマシン。なあ、タクジ、思わねえか？思います。まだ何をか言ってねえけどな、タイムマシン早くできねえかな。ねえ、やっぱ影響あんのかねえ。かもねえ。そうね、でも決めたんだ。うん、小川玲子、母になります。振り切ってゆく揺れてまた泣く、もうもう行く、途切れて消える、もう戻れない。 Are you beef jerky? Are you beef jerky?Are you beef jerky? やっぱり私に言ってんだよね、それ。うん。姉ちゃんさ、最近悪口言ってる？なんで？だって姉ちゃん悪口が似合うじゃん。は？着こなしてるっていうかさ、そういう顔してるっていうか、歩く悪口じゃん。お前、マジでぶっ飛ばすぞ。ごめん、過ぎた過ぎた。なんちゅう話題してんだよ。いや、姉ちゃんはさ、ずっと母ちゃんもやってくれてたんだなと思って、今みたいに分かろうってしてくれてさ、必要な時にはちゃんと悪口も言ってくれてさ、
そんな姉ちゃんがさ、本当に母親になるっつんだもんさ。俺とそう、二人であいつの、親父やるぞ。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 本日は母小川玲子の告別式にご参列いただき誠にありがとうございます。故人玲子の次男元木でございます。皆様に見送っていただき母もさぞ喜んでると思います。残された私たちは未熟ではありますが、そんな分からないを考えながら強く生きていきたいと思います。最後に今思い出しました、いつか言われた母の言葉で締めくくりたいと思います。深く潜れ、その分浮上できる。本日はありがとうございました。このままどこか遠く連れてってくれないか。君は、君こそは日曜日よりの死者。見てくれてるのかな、楽しんでくれてるかなとか思いながらみんなやってたと思います。でもね、決められたルールの中でこうやって皆さんの前でエンターテインメントができてることが本当に感謝でしかないし、1年前2年前の考えだったら本当にこんなこともうすごいミラクルなんじゃねえのかなと思います。皆さんとの時間は忘れないので、皆さんも忘れないでお気をつけて帰ってください。ありがとうございました。いつの日かこの場所で会えるならやり直そう。忘れかけた真夏の恋とは言う。
Are you happy?